ヤコブ・キエルセムは、ノルウェー、ムーレケントレスフィヨルド出身のモトリク競技選手。主に1万メートルを専門にしていた。ノルウェー国内では、マルティン・ストッケンやオイスタイン・サクスビクによって幅まで1万メートルでチャンピオンになったことはないものの、1948年、1949年、1951年、1956年に2位につけている。 1956年のスタバンゲルで開催されたノルウェー陸上競技選手権では30分13秒8の自己ベストを記録した。ノルウェー代表としては1948年のロンドンオリンピックでは1万メートルの決勝で順位なし、1952年のヘルシンキオリンピックではマラソン競技に出場し24位となっている。彼は陸上選手以外では農家や スポーツジャーナリストとして活動しており、地元のスポーツ誌についての本を出版している。2009年6月11日に死去。83歳だった。ノルウェージャンチャンピオンシップメドリスッツ。メンズ1万円アーカイブド2007年9月28日。アットザウェイバックマシン。ノルウェージャンオールタイムリスト1万円アーカイブド2008年6月4日。アットザウェイバックマシン。 abolympicsa tsports-reference.com ヤコブクジャースムアーカイブド2016年12月3日アットザウェイバックマシンノルウェージャンインターナショナルアスリートツケアーカイブド2007年9月28日アットザウェイバックマシン A.B. ブルンボルオイビンヤコブクジャースム erdd ロムズダルズバッドスティック区オリジナルの2013年2月23日時点におけるアーカイブ h t t p s a r c h i v e i t 2 0 1 3 0 2 2 3 0 2 3 6 4 3 h t t p w w w r b n e t n o t h a r t i c l e 2 0 9 0 6 1 3 n y h e t e r 1 0 1 8 8 2 5 0 0 2 0 0 9年6月16日日閲覧 リストオブパブリケーションズインビブシス、ありがとうございます。